今日も一日頑張っていきましょう。マスター、ナナコ様のこと悪魔さんに聞いてみましょう。このままじゃモヤモヤが残ってしまいます。ではここはナナコ様に習って。悪魔さーん、キッキッキッキー、呼んだですか。呼ばれて飛び出てって、天使なしてくるのを呼んだですか。それはもちろんナナコ様のことを聞くためですね、マスター。ああ、そうなんですか。わかったです。ダメだと言ってもこのマスターが力ずくで。あれ、悪魔さん今なんと。別に教えるですよ。そもそもクロナ、あの新米悪魔からことづてを預かっているです。クロナ、こう見えて後輩には優しい悪魔なんですよ。なんとです。あー、魔力的なあれで録音メッセージを直接再生するんで、耳かっぽじってよく聞いとくですよ。そんじゃ再生です。もしもし、これ本当に撮れてるの、クロナちゃん。無論です、先輩を信じるですよ。それじゃあ私は今魔界のお父さんのところで魔力の使い方を勉強しています。お父さんはすごくいい人でした。人っていうか悪魔なんだけどね。突然いなくなっちゃってごめんなさい。迷ってるとそれだけ別れが辛くなっちゃうと思ったから。あ、クロマちゃんを責めないでね。全部私が決めたことだから。あのまま地上にいたら私はきっとあなたにいっぱい迷惑かけてたと思う。だからお父さんのところで修行して悪魔の力を完全にコントロールできるようになったら、その時はまたあなたに会おうと思います。いつになるかはわからないけど、その時まであなたの隣開けておいてくれたら嬉しいな、なんて。それじゃあね、風邪とかひかないでね。リースさんもその人のことよろしくお願いします。またいつか。あ、最後に一言だけ。幼なじみのあなたへ、大好き。とまあこんな感じです。ふう、ななこ様、もちょっとだけ会ってきたですが、あいつの父親めっちゃいい悪魔だったですよ。バンバン依頼こなしていきましょうね。今日も一日頑張っていきましょう。休息も必要ですからね。この家、いよいよこの日が来てしまいましたね。今日でマスターともお別れのはずなんですが、なぜ私たちは悪魔さんと対峙しているのでしょう。何を寝ぼけとるのですか。勝ち逃げなんかさせてやらんですよ。クロナはお前らに復讐するため修羅となったのです。復讐って、以前お別れした時は友情が芽生えた的な、こうスポーツな流れだったような。帰って一晩寝たら後から向かっぱら立ってきたのです。理不尽です。今のクロナを前のクロナと同じと思うがですよ。
今のクラナは悪魔すら凌駕するハイパー悪魔、ハイパーアルティメットクラナなのですから。さあ始めるですよ、天使と悪魔のラグナロクバトルロイヤル。この魔力以前よりもさらに強力、ハイパーでアルティメットな魔力です。こんなの絶対勝ち目ありません。私の兄様に手出しはさせない。二人とも大丈夫？兄様のため立派な天使になって初降天界から戻ってきたぞ。これも兄様への愛あっての。修行案外あっさり終わっちゃった。あなたに早く会いたかったから。って、兄様、なんだこの悪魔。誰？この天使の子。ねえ、これはどういうことなのかな。兄様、ちゃんと説明してくれるよな。兄様、悪魔の知り合いがいたのか。人付き合いは考えた方がいいぞ。あなたには言われたくないな、天使さん。天使は神聖でありがたい存在なんだぞ。悪魔とは全然違う。やっぱり悪魔は常識を知らないんだな、悪魔さん。天使に常識を問われたくないよ。それに私、悪魔じゃなくてハーフだし。ふぬぬぬ。ハイパーアルティメットクロナとバトル展開は？お前はあっち行ってろ。クロナちゃんは黙ってて。ピッ、怖え、こいつらマジ浮かねえです。あのマスター、お二人がいれば大丈夫そうですし、私そろそろ展開へ戻りますね。兄様、よそ見をするな。そうだよ、私とチルちゃん、どっちを選ぶの？もちろん私だよな、兄様。いやいや、私だよね。ねえ、どっち？いやー、それにしても、まさかフェロモンゴーグルがないと私の姿が見えなくなるとは思わなかったよ。まあいいんだけどね。魔界のお父さんから悪魔の力を完全に封じ込める髪飾りもらったから。ねえ、そろそろ来るんじゃない？兄様、兄様、兄様発見。ほら、やっぱり来た。ナナコ、抜け駆けはしなかったか。ナナコって私先輩なんだけどな。悪魔を先輩と呼べるか。あ、ちょっともう、それ学校じゃ禁句って言ったでしょ。ふん、知ったことか。それより兄様、知ってたか、駅向こうに新しいゲーセンができたこと。新しいゲーセンだというのに店主の趣味なのか、古めのゲームが充実しているんだ。今日の放課後、二人で行って対戦しよう。いやいや、二人じゃないからね。私も行くからね。いや、お前ゲームとか興味ないだろ。そんなことないよ。私が遊ぶのすぐサービス終了しちゃうけど。サービス終了って、それスマホのゲームだろ。これだから素人さんは。仕方ない、そんなナナコに私がみっちりゲームのイロハを教えてやる。あ、結局連れてってくれるんだ。チルちゃん優しいね、さすが天使。な、それ禁句って言ったろ。さっきのお返しですよ。だ
兄様、何締めのモノローグっぽく語ってるんだ。そうだよ、今日こそどっちと付き合うか決めてもらうんだから。兄様、はっきりしてよ。もう